こんにちは、ヴィンセントです。今回は7月のクエストダンジョンのレベル15をセッカとウルトナを使って攻略していきたいと思います。先々月だったかな、これとね、ほぼほぼ同じような編成でレベル15やったんですけど、割合ダメージが 450% かな、今回も飛んでくるので、セッカをね、リーダーで使ってあげることによって、この 70% 軽減、で、プラスこの軽減ループを発動できるので、これでね、450% の割合ダメージは、耐えることができるという感じになります。で、セッカの裏は、アマコズミですね。とにかくチームヒットポイント強化をなるべくね、つけてあげるといいと思います。で、カリンドラゴンはもうほぼほぼね、テンプレですね。もうこれはもう欠かせないキャラクターなので、無効貫通のスキルと、火力枠ですね。で、回収の武器をつけてます。で、救いは、覚醒が非常に優秀なのと、このスキルもね、強いので採用してます。で、武器は海馬で、開幕と同時に、遅延かけれたりとか、あとね、ボス戦とかで溜まってくると、こういう半減とかも打てるので、メインは覚醒の強さと最初のこの遅延って感じになりますね。持ってない人は、オロチ、あの辺とかでもいいですね。で、パティは、ダメージ吸収、属性吸収枠と、あとはこのヒットポイント強化、大量持ちっていうところで採用ですね。で、お邪魔耐性がなかったので、今回は上杉謙信の武器を採用してます。で、ウルトナ、自分の方はブラスカだったかな。はい、これも非常にね、強い武器なので採用してます。で、フレンド側のウルトナには、機能メタトーンですね。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層です。1階層は覚醒向こう飛んでくるんですけど、遅延通るんで最初にね、この海馬をまず打っていきます。で、パティ打ってヘイストかけて、で、一旦待ってあげるとウルトナね、変身できるので、まず変身させていきます。で、セッカも使ってヘイストかけて、で、カリンドラゴンとかね、使っちゃうと盤面大量に変えて、なんか落ち込んとかいろいろ打ってほしいので、もうこの変換一気にね、みんな溜まる段階で使っていくといいと思います。この残り1のタイミングで使うと、一気にね、ウルトナとかも変身できるので、変身させていきます。で、よく考えたら、今回の敵は、左の敵ね、木と闇なので、パティ使う必要性はなかったですね。他の光とかが吸収の場合は、パティ使って属性吸収対応していくといいと思います。なので、パティ使うと、盤面がね、攻撃枚数が結構少なくなってしまうので、パティ使った後にウルトナ使うっていう順番の方が理想ですね。で、2階層もこの辺敵光だったり闇だったり、いろんなパターンがあるんですけど、ワンパンでね、倒せなかったりしても操作時間をちょっと半減だったりとか何秒短くしてくるみたいな、そんな程度のことをしてくるだけなので、そんなにね、厄介ではないですね。はい、だいぶこれミスりましたね、パズルってなると2パンとかで倒す感じかな。で、闇の敵に関しては 75% 激減を張ってくるので、最初のパズルミスると何発かね、かけなきゃいけなくてちょっとめんどくさいかもしれないので、なるべく1パン2パンでこの辺を倒すと、スムーズですね。で、3階層も1パンで倒せないと、ここは違うか、先制で操作時間短くしてくるんですね。で、発狂みたいな攻撃はなかったんで、結構ギリギリの攻撃をしてしまったとしても、積む感じにはならないので OK です。で、めんどくさい、ね、ポイントとしては5階層とボスの1個目のカーリー、そこぐらいだったかな。あとはね、発狂がある敵で発狂踏んでしまうみたいなのは結構しんどいんですけど、特に後半の方の敵だからといってすごく強くなってくるっていう印象は、なかったですね。はい、で、この階層は覚醒向こう必要なので、救いを打って倒していきます。で、これ順番ちょっとミスりましたけど、ウルトナ使ってから救い使った方がいいですね。救い使うと火ドロップをね、強化してくれるので、ウルトナ使ってから、使ってもらった方がいいですね。救いは、あとはボス、最後のボスのカーリーもかなり硬いので、硬いというか、ジャッカーとかがね、結構鬱陶しいので、その辺で、時間が多少取られるかなという感じにはなります。ただ、時間ギリギリでクリアできるみたいな、そんなレベルでは全然ないので、やっぱりね、最初ら辺の頃のクエストと比べると全然簡単な感じのレベル15にはなってますね。
で、ここがさっき言った5階層なんですけど、とにかく時間かかるので、ちょっと早送りでお送りします。まず最初の5ターンに関しては、5、4番目に変えられてしまうので、とにかく光と水だけは絶対に組まなきゃいけないので、石化のね、軽減 70% の、軽減発動が、水と光を組むっていうことが条件なので、火は別に組まなくてもいいんですけど、その2つは絶対組んであげると。はい、で5ターン待った後にこうやって盤面が76に戻ったので、でプラスね、属性吸収光があるので、光がある場合はもう絶対に使わないと抜けないので、まあ、そういう場合はパティをね使って、でウルトナ使って倒していくと。で今回このキングサファイアドラゴンかな、あの一番最悪なタイミングで出ました。この弱化がね残ってる間に出ると攻撃も全然通らないし、で回復も結構大変なので、火力がね、敵の火力がかなり高いので、なるべくは2パンもしくは3パンぐらいで倒したいので、正直かなり嫌なタイミングでしたね。このタイミングで出るとまあ罪かなと思ったんですけど、まあハートのね、あのまあ落ち込んというか盤面とか結構良かったりしたのかな、まあそれで大丈夫でしたね。まあただまあ盤面かなりきつそうであればパティ使ったりしてハート出すとか、まあそういうことができる状況であればしたりするといいと思います。で、今回も多分そうなんですけど、ハートがあんまりない盤面とかだと、かえってウルトナ使うよりも石化の4個消し、ハートの4個消しとかで、で大量に組んであげた方が回復する可能性があるので、ここなんかはそうなんですけど、ウルトナ使わずに石化と石化のスキルと回復を組んだだけっていう感じになりますね。はい、なので必ずしもウルトナ使って自動回復した方がいいわけではないっていうのは状況によってはねありますね。で、この7階層は確実にこのメジェドラがリーダーチェーンかけてくるんですけど、一応ねどのリーダーチェーン食らった場合でも OK でした。結構何回かやったんですけど、一応この今回連れてきてるメンバーであれば誰と変わっても特に積むとかにはならなかったですね。ただカリンドラゴンが属性が水と闇と組まなきゃいけないんだったかな、ちょっとねカリンドラゴンが多分一番めんどくさいですね。軽減張る上でちょっと運要素が一番高くなってしまうかもしれないです。はい、でメジェドラ最初の1回は攻撃してこないので、はい、まあ2パンとかで倒すのがまあ理想かなって感じですかね。でこいつも最初ね、75% 激減張ってくるんですけど、次のターンは全然硬くないので、まあ、2パンで倒すのが、まあ、セオリーかなという感じになります。で今回なんとなく敵のパターンが割と少ないような気はしましたね。階層によっては当然いろいろあるんですけど、なんか割と今までの中では結構敵のパターンは少ないような気がして、なんで何回かやれば敵のパターンとかも結構攻略しやすくなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、スタミナ7だからいくらでも挑戦できるとはいえね、結構レベル15はやっぱりめんどくさいので、なるべくねささっと終わらせれるのが理想ですね。でこいつ最初らへんっていうかね、ちょっと嫌な感じで苦戦した敵なんですけど、発狂ラインがね結構浅いんですよね。多分何パーぐらいなんだろうな、 20%25% ぐらい、残り 25% ぐらいではもう多分ダメだったんで、あでこれ書いたんですけど、そう光と水絶対組まなきゃいけないのに、なんかボケーとしてね適当にずらしてやってしまったんですけど、はい、絶対光と水はいるので、ウルトナはねパティ使った後は絶対にウルトナを使わないとダメですね。はい、なんでこれぐらいの位置からとかね理想ですね。ほぼほぼ絶対倒せるしみたいな感じで、マックスからだとなんかね火力が少ないとギリギリで止まっちゃったりすることとかもあって、まあ嫌な敵でしたね。でこいつに関しては、吸収があるのでパティを使えなければ待ってあげて、溜まったら使うだけですね。道中っていうかね、溜まるまでの敵の攻撃も全然大したことないので全く問題ないし、で溜まった後も吸収のこのスキル使って攻撃しに行くと柔らかいので、はい、普通にねワンパンで倒すことができます。で11階層こいつ1回やっちゃったんですけど、属性吸収が光なので絶対にパティがついてないとダメなんですけど、パティをね貯める作業をしなきゃいけなかった時があって、で中途半端に落ち込んで、そういう時に限ってね4個消しとかが乗っかって、
で本当にミリ残って発狂あったんで、こいつに関しては発狂あるんで、まあ、ワンパンなり結構手前からねしっかり殴って倒してもらうようにしなきゃいけないですね。はい、でここでお邪魔目覚めと毒目覚め耐性がついてないと両方食らってしまうので、目覚めのレベルがめちゃめちゃ強いわけではないんですけど、特に毒はねあると厄介なので、毒目覚めだけはつけておいた方がいいですね。はい、でアシスト向こうがね5ターンあるので、今みたいに巻きか、光で L 字を組んであげると早くね解除できるので、まあ、なるべく早く解除しながら殴っていくといいと思います。まあ、こいつもそんなに厄介ではないので、まあ、ただちょっと火力がね高めではあるので、アシスト剥がされてるとちょっと気にはなるんですけど、まあ、ただね回復を基本的に毎回生成してくれるんで回復できるから、まあ、あんまり気にはならなかったですね。はい、でこれがかなり厄介で、今効果消されてしまったんですけど、石化のね軽減が消されてしまってるんで、次の階層の火力先生が結構高かったよなと思って、ちょっと耐えるとかね耐久しましたね。発狂くんなとか思いながら耐久してて、まあ、とりあえずこのラインでは発狂はなかったですね。こいつ自身がちょっとあるかどうかは分かんないんですけど、で結果から言うとこいつの先生は別に軽減なくても耐えれましたね。これで30万ぐらいだから、まあ、47、8万ぐらいなのかな、軽減なくても大丈夫なんですけど、ただこの次のヘラが先制でちゃんと軽減がついている状態で52万いくつかな飛んでくるので、ヘラに行くときは絶対に軽減ついてないと耐えれないので、そこはもう絶対条件ですね。はい、でこれもね心臓キューってなりましたけど、発狂はなかったですね。発狂システムだけちょっと今からでもなしにしてほしいなと思いますね。発狂みんなが一番嫌いなナンバーぶちぎりのナンバーワンだと思うんですよね、発狂って。まあもうねそんなこと言ってもしょうがない話なんですけど、はい、こんな感じで52、3万ぐらいかな飛んできて、でヘラも先生に関してはかなりきついんだけど、それ以降はねそんなに厄介なことしてこないので、まあ硬くもないし、まあ普通に2パンで倒してもらえればいいかなと思います。はい、でここもというか、そうですね、この超暗闇10ターンのこれがね結構厄介で、まあ、厄介ではあるんですけど、ただ、十字持ってきてないんでもうしょうがないですね。めちゃめちゃ強い目覚めっていうほどではないので、まあ無視でもいいとは思います。で確かねこいつも発狂あったような気がするんですよね。一回発狂でやられたような気がするような気がしますね。まあでも後半の方の敵はね基本的に発狂あると思った方がいいかもしれないですね。ヘラとヘラの一個前は発狂ないっていうのは一応確認してるんで、ただ本当のミリの、発狂があるとしたらちょっと分かんないですけどね。その辺も厄介ですよね。発狂のラインがキャラクターによって違うっていうのもかなりややこしいところだなと思いますね。あ、これちょっと危なかったですね。落ち込んで乗ってくれたんで、まあ良かったですね。で、これ最初ね、普通にちょっと攻撃して、ジャッカーがね、こうやってしてくるんですけど、最初攻撃全然通らなかったら、何の知識もなくやってたんで、普通に発狂で死んだんで、ちょっと呆然としたんですけど、なんかでもありましたよね。ちょっと何十パーセントか、25パーか3分の1か忘れましたけど、25パーだったかなぐらい、カーリー倒さないとっていうか攻撃削らないと発狂来るって、何でしたっけ、なんかであったんですよね。最初ら辺の、無限回路の一番最後のとことかだったっけ、なんかとりあえずありましたよね。とりあえずそれと同じ感じですね。25パーか多分30パーぐらい削らないと発狂来るので、そこだけちょっと注意してもらって、なので今回で言うと救い使うとね、ヒドロップ強化できるので、しっかりそれで強化してなるべく火をメインで組んであげると、さすがにね3分の1以上とかは削れると思いますね。であとはもう本当に石
化の軽減を貼り忘れないこと、とあとは光と水を絶対に毎回組むこと、これだけ意識しながら殴れる時にしっかり殴ってあげるといいと思います。でこういう13コンボ以下吸収とかはね結構きつかったりするので、なかなかこれ今回きついなみたいなタイミングはあんまり攻撃しないようにというか4ゲシを大量にしないようにさえすればいいと思います。はい、ここはねあの13コンボ以下吸収だったんだけど石化が使えたタイミングだったので全力でねそれで倒しに行きました。で結構ゆっくりめな感じではあるはずなんですけど、まあ、このラスボスの時点でね30分以上あるという感じですね。はい、でこいつがまあ硬いのと、とにかくこの弱化10ターンの弱化とこの10ターンの無効貫通、この間が本当にしんどいので、この間さえ耐えきれちゃえばもう勝ちだと思うんですけど、この10ターンの間に事故らないように祈るっていう感じですかね。火力も30何万ずつ毎回攻撃してくるんで、ウルトナだけだとね回復力が20数万しかないはずなので、なので回復もねしっかりしながらって感じですね。毎回回復する必要性はないんですけど、まあ、2回に1回3回に1回は回復できる状況じゃないときついかなと。まあ、ただねよっぽどそれはねあのいけるはずですね。さっきみたいに盤面をね敵がロック全部してきたりするので、あの案外ねそれありがたかったりするんですよね。ウルトナ使ってハート消されちゃうこととかよりもそっちの方がね安心できるので、はいって感じで、もう長なるのでこの辺はねもう早送りしながら攻撃シーンだけちょっとお送りしていきます。とにかくこの辺は10ターンの弱化と無効貫通を早く削るっていうのと、あとこれね真ん中行ったタイミングでこれ 450% の割合ダメージですね。はい、でその後はあのちょっと怖かったのでパティ使って回復に徹してみたいな感じでやってあげると全然ねあの問題なく立ち回ることはできるはずですね。はい、でこの辺でもう終わってるんで、無効貫通と弱化が終わったらもう簡単にね攻撃も取っていくので、はい、でこれがラストかな。で、あの海馬の裏がたま、海馬の裏というか救いの裏の海馬が溜まってたので、あの、まあ、軽減からね半減に変えれるのもいいんですけど、水のエンハンスもついてるので3倍の、まあ、なので使いました、どうせならと思って。でそれがねラストパズルになりましたね。なので、まあ、その10ターンだけねあのしのいでもらえれば全然余裕にあの勝てると思います。なので基本的にはねあの発狂さえ踏まなければあのそんなに問題なく勝てるようなダンジョンになっていると思います。ではご視聴ありがとうございました。